茶でございます。こんちゃでございますね。大量にニラを買ってきましてですね、まだこんなにありますね。半額で売ってたニラで8玉買ってきたんですけども、3玉食ったんで残り5玉になってますね。はい、ニラです。はい、これもニラですね。はい、それでこれニラ、それでこれもニラ、はい、ニラってことで全部半額です。これ1個50円なんで、買いました。それで、まあ、こんなことやったら花束って愛してますみたいな、まあ、そんなことで、あ、花束がやみたいな感じですね。あとこうやって田植えみたいな、田植え、まあ、いろんなことが遊べるわけですが、まあ、そういうためじゃなくて、これ何やるかって食うわけでございまして、当然食うということなんで、まあ、食うわけなんですが、どうしようかって話なんですよ。それでですね、前回ですね、ニラ玉にして食ったんですけど、同じことやっても、芸がないので、ですね、これにします。あれです、焼きそばを作ろうと思うんですよ。で、札幌一番を使って焼きそばを作ります。札幌一番を使って焼きそばにするってことですね。で、まず最初何やるかというと、ニラを炒めるわけですね。この3玉あるニラ玉をですね、どうするかというと、炒めます。これはですね、最初に何がやるかっていうと、まずこれを炒めるとこからスタートですね。はい、炒めます。はい、炒めます。あ、炒め満足。何言ってるのか自分でもよくわかんない。で、こうやってですね、もやしはね、ニラをこうやって炒めていくわけですね。で、この、どれくらい炒めるかってことなんですけど、まあ、2つですね。あ、2つでいいと思います。2つです。2つ、まずは炒めることにしますね。はい、2つ炒めます。あれ、もう、よし。ともかくニラを食わないとですね、もうどうしようもないので先へ進まないんで、はい、1個、はい、これですね、あ、2個、あ、2個ですね、はい、3個、で、いい、で、3、はい、で、こうですね、はい、やから、で、こうやってです、まずはニラをですね、炒めるということをやっていきたいと思いますね。炒めま、よし、よし、ここに入れて、火力は最大にして、で、こうやってまずはニラをですね、炒めていくわけです。で、炒めた後に何するかって、ここにお湯を入れて、これを入れて、戻して焼きそばにするというパターンですね。で、この辺のゴミ、ゴミはですね、捨てます。ゴミは当然捨てるのでありません、ね。で、また、あとですね、ニラがあと3つ残ってるんですが、これは何かの機会に食いたいと思いますので、まあ、こちらの方に置いておく。はい。はい、それでここにはですね、お湯を汲んできましたね、お湯を汲んできた。で、まずですね、ニラをよく炒めます。で、ここに本当は肉を入れると美味しいんだけど、肉は買ってないんで、今日は肉はなしでいきたいと思いますね。で、まずニラをそれなりにきちっと炒めることが重要ですね。はい、きちっと炒める。油はあんまないからきちっと炒まないんだよ。油入れよう。油、味付けはソース買ってきたんで、ソースを入れましょう。それでまずこれを炒めます。よく炒めます。よし。あと、もやしも入れると美味しいんだけど、ニラの、今日はニラの量が半端ないので、もやしは割愛したいと思いますね。はい、もやしは割愛です。はい、まあ、いい感じだよ。こうやってよく、ちょっと野菜はね、よく炒めた方が実は美味しいのでありますね。はい、こうやって炒めるわけですね。はい、こんな感じかな。よし、こんな感じでいいな。大体いいかな、そんな。よし、そしたらですね、どうするかって、ここにですね、麺を入れます。麺ですね。札幌一番、非常にいいラーメンでございますが、今日はこのいいラーメンを無駄にしたいと思います。で、これをですね、まず麺を真ん中に入れますね。インスタント麺です。普通のインスタントラーメンですね。これ真ん中入れて、で、ここにこう残りの粉も入れて、で、このスパイスは使おうかな。で、このスープの素は使わないんで、これはまた何かの機会に適当に使いたいと思いますね。で、この上にお湯を入れるわけですね。お湯を入れます。で、お湯を入れたらですね、まずこの麺をですね、ともかく戻さないかんので、これをちゃんとこう浸すわけですね。浸すとですね、こうやって戻ります。でも、インスタント麺を焼きそばにするって以前も動画にしたような気がするんだけどね。まあいいね、同じこと2回3回撮ってもいいね。で、こうやってよく浸しながら、くるっと、
よくお湯をまず浸したら一回回転させます。この回転させるのが非常に重要です。回転させて、でこうやって、ほぐしていきます。こうやって自分でこうやってほぐしていく、ほぐ、あ、やば、ほ、やば何がやばいか、今何がやばかったか分かりますか。割り箸が折れそうになりましたね。無理な力を加えてはいけないですね。でこうやってお湯に浸してですね、こういうふうにやると、だんだん麺が戻ってきますね。でこれ麺が戻ってくると特に火力が最大になっているので、これでですね何が起こるかっていうと、中の水分が全部蒸発して、で最終的に、インスタント麺と焼きそば、これで焼きそばになるという、パターンが成立するわけですねこんな感じですね、うん、でこうやってよーく麺と、こう、このニラを、ニラしか入ってないからね、今日もうちょっといろいろバラエティに富んだ野菜をですね入れるといいんですが、なんせニラを大量に買ってきてしまったので、ニラ尽くしで今日はお送りしたいと思いますねそんな感じです、はい、でこうやってよく炒めていくわけですね。で中の水分が完全に、飛ぶのを、完全に水分が飛ぶまで頑張らないというか、ちょっとお湯入れすぎだな、まあいいや、こうやって全部中の水分が飛ぶのを待つわけですね。飛ぶまで待つのだぞ、3分間では足りなくて、こうやって戻ってきた麺がですね、もうちょっとだな、中の水分が大体飛ぶように、頑張ります。で味付けなんですが、とんかつソースですね、これ買ってきたばっかなんで封を切りたいと思いますね。ここに開け口で、開け口で、でこれはもう、でこれが中あって、あ、でこれはこのまま出るのかな、よし、あ、出るね、これでビーッと、焼きそばはやっぱソースだよね。でこういうふうに、ソースはこうやってね、フライパンの脇にやってね、焦がすとね、ソースをね、わざとね、こうやって焦がすとですね、なかなかいい味になったりするんで、ぜひお試しくださいということですね。はい、でこうやってよく混ぜていって、でまあ完全に中の水分が飛ぶまで待ちましょう。でこのスパイスですね、特製スパイス、これね、何なんだこれ、札幌一番のこの特製スパイスって昔からあるんだけどさ、これ何なんだか疑問なんだよな、これ。胡椒は入ってんだけど、胡椒だけじゃなくてね、なんか微妙な甘みがあるんだよね、この特製スパイスって。よくわかんないんだけど、まあいいや、どうでも。うん、よし、まあいいや、どうでも。どうでもいいね。の特製スパイスを全部無駄にするように、上から大量にビビビビビビと胡椒をかけてしまった。でこうやってですね、これで、炒まったらこれでも完成でございますね。完成でございます。まだちょっと水分が完全に飛んでないけど、頑張って炒めていきたいと思います。まあ、これで大体完成ですね。はい、でこの辺のゴミは全部、捨てます。この辺のゴミはですね、全部こうやって後で捨てるね、ポイッと捨てるわけです。でこのスープはまあなんかで使うんで、また取っとくということですね。うん、これでまあ大体 OK ですね。はい、大体 OK です。じゃあいただいてみますかね。はい、いただいてみますかね。うん、札幌一番ですね札幌一番、札幌一番の残骸も何もないね、これね本当に単にインスタント麺戻して、しかもちょっとなんか火通しすぎてんな、これもうちょっとあれだな、もうちょっと工夫してんといたら、あんま美味しくねえあんま美味しくねえな、思った以上に、あんま美味しくねえな、これ、思った企画通りだな、もうちょっと美味しくなると思う、もうちょっと胡椒入れるか、もうちょっとソースもいけるか、企画倒れですね、あんま美味しくないね前これでインスタント作った時もっと美味しかったような記憶あるんだからな、よし、じゃあね、というわけでね、まあ、まあでもこのインスタントラーメンっていうのは本当にまあお手軽でいいよね、まあカップ麺と袋麺と2つあるけどね、まあ特にカップ麺の自身の生活になるとすごいよね、食生活って、俺の友達でさ、
あの本当にすくばらあのカップ麺しか食わなかった人いるけどね、あの大学3年間さ、30代で肝臓壊したね。昔はね、カップ麺って本当に油の質が悪くてさ、食べ続けるとさ肝臓壊すって言われててさ、実際肝臓壊したんだよね。でもね、今のカップ麺はね、油の質なんかもねすごい良くなったんで、3食3食ね、1日3食ねカップ麺食っててもね肝臓は壊さないという説もあるね、説もあるね。まあ、みたいな。カップ麺だけ毎日食うってするよね。カップ麺ってさ、なんか、食うと習慣化するよね、すごく。前に話したから、高知現場のご飯ってさ、特に土木工事なんかでさ、山の中なんかにこもると、道路とかトンネルの工事や。工事現場の近くにご飯食べるとこってないんだよね。だから大体ね、箱弁って言って、仕出し弁当屋の仕出し弁当を取ってくれるんだけど、職人のおっちゃんとかさ、もう、一日中さ、肉体労働だからさ、仕出し弁当じゃとてもご飯足んないんだよね。だからみんなね、カップ麺。もう、仕出し弁当プラスカップ麺みたいなね、そんな食生活をみんな送ってたよね。大体もう、工事現場っていうと、仕出し弁当プラスカップ麺みたいなんでね。ただ、本当にね、でっかい工事現場になると、これも前動画で話したっけな、まかないのおばちゃんがね、工事現場に着くんだよね。それでね、ちゃんとしたご飯をね、作ってくれるんだよね、お昼ご飯に。そうするとさ、お米、お米もいっぱい炊いてくれてさ、で、ご飯をた、で、ちゃんとしたご飯食えるんだけど、さ、一部のさ、工事現場はさ、その予算ケチってさ、おかずがほとんどない。だから、俺が一回見た工事現場は、お昼ご飯だと、アジフライが一枚で、キャベツの付け合わせみたいなのが、ちょこっとついてるの。一つまみ。おかずそれだけなんだよ。で、味噌汁がつく。で、ご飯は食い放題。でも当然、アジフライ一枚でご飯そんな食えないじゃん。どうするかって言うとね、山のようなふりかけとおしんこがね、ついててね。食堂に、セルフサービスなんだけど、そのご飯を盛り付ける横にさ、おしんこのでっかいさ、樽みたいなのがあるんだよ。で、あとふりかけがさ、何種類か置いてあってさ、結局ご飯山盛りにして、その上に山のようにふりかけをかけて食うというですね。そんな、食生活。本当にね、特に土木工事は元請けの、力っていうのはでかいのよ。食生活が悲惨なことになる。あのご飯はひどかったな。あとね、同じようにひどかったのが、スキー学校のね、一回行った時ね、すごかったご飯が。やっぱね、本当にね、スキー場の脇に掘ったて小屋、プレハブ小屋建てて、そこがね、スキー学校の宿舎になっててさ、で、そこに泊まり込んで、スキーのコーチやるんだけど、もう、本当にさ、隙間風ビュービューでまず寒いんだよ。で、ご飯がまたひどいんだよね。おかずが何にもない。コロッケ1個で、
ご飯を3杯か4杯食ってくださいって言われる。うん、あれも良かったな。うん、一方でね、スキー学校のね、高知行くとね、今度は逆にね、旅館のね、あのお客さん用のあのご飯あるじゃん、あれをね、そのまんまね、高知にも出してくれるとこもあるんだよね。ただあれはあれでね、4日ぐらいすると飽きる。4日ぐらいすると飽きる。それで、ああいうね、旅館って毎日毎日連泊する人想定してないから、だいたい3日か4日の周期でね、同じメニュー回すんだよね。だからね、4日後にですね、全く同じご飯壊されるみたいな。だ長期滞在すると結構辛いみたいなとこもあったりするよね。うん。まあ、ご飯ってのはすごいよね。うん。ともかく、うん。高知現場のご飯ってのはすごいよね。うん。ほら、なんか船とかさ、軍艦とかさ、あの自衛隊とかさ、海上自衛隊とかさ、うん。すげえご飯おいしいとか言っちゃう。他に楽しみないからとか言うけどさ、山の中の工事現場だって他に何もご飯以外楽しみないのにさ、ご飯がまためっちゃまずいみたいなね。うん、自衛隊って結構いいよなとか、そんな話をね、なんかしてた思い出がありますけどね。うん、すごかったよねあれ。うん、まあ俺はそんな長くいなかったんだけどさ、うん、話聞いてただけだけど半分、まあそこにあいつに、半年一年詰める人ってすげえなと思ったね。ああいう野蛮の中の工事現場とか。今はどうなのかね。まあ俺が若い時の話だから、今はだいぶ食生活も良くなったのかな。どうなんだろう。うん。まあ今もね、求人なんだからね、ご飯もまずいとね、人も逃げちゃうから、今はもう変わったのかもしれないけどね。平成の頃はね、平成の時期は、まだまだひどかったもんですよ。うん、アジフライ1枚で、あのご飯3杯食ってくださいみたいな、ご飯の上にソースだけかけて食うみたいな。すごかったよね。あと工場のご飯もね、まあすごかったよね昔はね。まあいいや、この話は過去動画で1回したので今日はしないってことで、まあそんな感じで、あ、全部さらいて食っちゃう。うん、というわけでね、ごちそうさまでした。どうもね、失礼しました。どうも。じゃあ、どうもおやすみなさい。うん。